ネッツケイップポータブルルンチメは、モジラが提供するブラウザなどにおいて、クロスプラットフォームを実現するため、オペレーティングシステムなどの環境の違いを吸収する API を提供するライブラリーである。Java 仮想マシンの土台となる3マイクロシステム図によって定義された Java 仮想マシンのポーティングのためのシスレイヤーを提供し、グラフィカルユーザーインターフェースではない、以下の機能を提供する。 最初の世代の NSPR は単に Java を様々な環境に移植するためのものであった。1996年に開発が開始された NSPR20 はコンセプトはオリジナルと同じであったがコードはほぼ1から書き直され改良、拡張が加えられた。スレッド機能は NSPR の最も基本的な機能である。OS やソフトウェアが提供する。 スレッド機能は堅牢性に欠けており、NSPR は完全ではないものの堅牢性を期待できる単一 API を提供する。NSPR では OS から提供される機能を最大限に利用しつつ、オーバーヘッドが極力少なくなるよう設計されている。NSPR によるスレッドの動機は、アントニー・ホーアーが提唱したモニターの考えに緩やかに依存している。NSPR は、 基本的な配達制御とスレッド通知機構を提供する、他 Java での使用に適した動機メソッドを提供している。Java に類似したこの機構には再入可能かつオブジェクトの動的動機に密接に結びついた通知のモニターが含まれる。NSPR の入出力はソケットモデルを拡大したものであり、可変的なレイヤー化を可能とする。 設計者はもともと同期的な入出力メソッドのみを意図していたが複雑なアプリケーション向けの並行処理のためにスレッド機能に頼る形となった。NSPR ではネットワークアドレスを扱うことも可能である。NSPR は IP 中心のネットワークアドレスオブジェクトを定義し、クライアントがネットワークアドレスをポリモーフィズムなものとして扱うための API を提供する。 IPv4 と IPv6 の相互変換も提供されており、IPv4、IPv6 のどちらが利用されているかに関わらず、DNS によるアスキー文字列を NSPR のネットワークアドレスに変換できる。NSPR ではインターバルタイマーと暦及び時刻の2種類の時刻管理機能を提供する。インターバルタイマーは、 プラットフォームに依存した32ビットのものである。入出力、変数、スレッドスケジュールの管理などに用いられる。これらのタイマーは有限の名前空間を有しており、任意の時間を包括することができる。NSPR のインターバルタイマーでは時刻管理の期限は提供していないことから、クライアントがそれを処理する必要がある。時刻カウント間隔は10マイクロ秒。しかし、実用上は、 名前空間の半分しか利用できないことから、実質的な最小期間は6時間に満たない。暦及び時刻は、マイクロ秒を最小単位とする64ビットのものである。歴時間における期限は1970年1月1日、0時0分0秒であり、それ以降時刻の増加とともに歴時間も増加する。64ビットを用いていることから、 前後およそ3万年を扱うことが可能である。ホストシステムからの現在時刻の取得及び NSPR 形式との相互変換、ASCII 形式との相互変換も可能である。NSPR はマレックキャロックリアレックフリ e といった基本的なメモリ管理関数を呼び出す API を提供する。これらの関数が NSPR ライブラリーに完全に実装されているか。 OS が提供する関数を呼び出す形になっているかはプラットフォームによる。共有ライブラリーのリンクも NSPR の機能の一つである。多くの場合、プラットフォームによって提供される機能を統一的に扱いやすくするよう働く。ありがとうございます。